ままずはは田中監督お願いいたします、はい、私はトモで友、ねえー、という漢字は、えー、手と手この部分が昔のなんか絵文字でいうと手こちらも手をなんか表現するその手と手を携えることそれが友という文字を象徴しているそれは多分日本とトルコであったりこれからのたくさんの国々の人たちも。 そういうふうになっていければという思いを映画の中でも載せていますああいいですね、はい、はいどうもありがとうございますさあじゃあ続いていきたいと思いますよ続いて夏川さんお願いいたしますエンですあの、まあ、今回はあの日本のスタッフやあの俳優だけでなく トルコの方とご一緒で、それもまあ一つのご縁であり、あとこの作品に出会えたこと、監督に出会えたこと、それもご縁だし、あのそうですね、スタッフなしでは私たちは仕事はできませんし、あと串本の皆さんに本当によくしていただいたので、もうご縁ですどうもありがとうございます。 では続きまして靴田さんお願いします。はい、えっ、ー、と私は時です。あのやっぱりあの最初にこのまあトルコという国とやっぱりこういう交友関係を築けたのはまあこの,あのエルトゥールル号がきっかけですが、実際やっぱり一世紀以上時が経ってもそれをトルコの方は覚えてくださっていて、それが後のあのテヘナ法人。 救出劇につながっていきでやっぱりこの作品あの何年経ってもあのトルコの方が今5年生の教科書でエルトゥールル号のお話を学ぶようにあの人々の中で忘れない風に伝え継がれていったらいい,い,いなと思ってこの「ひい。どうもありがとうございます。

<laughs> ben Vefa'yı seçtim. Vefa bizim için çok değerlidir Türk kültüründe. Hatta birine vefasız demek bir hakarettir, kötü bir hakarettir. Bu filmden dolayı gördüm ki Vefa Japonlar için de çok önemli bir değer. Hem Kuşimoto'daki Ertuğrul şehitlerinin anıtını gördüğümde hem de bu filmin Projelendirilmesini Japonlar tarafından yapılması gösteriyor ki vefa aynı zamanda Japonlar için de çok önemli bir değer ve bu bizim ortak değerimiz. Vefa ne yazık ki bu hayatın hengamesi içinde ve hızlı hayatın içinde unutulmaya yüz tutmuş bir değer. Bu film inşallah bu değeri yaşatacak ve gelecek kuşaklara aktaracak. Just one second. <laughs> まずこの映画について考えたときにトルコ語で「ベファー」という単語を思い浮かべました、えー、日本語にしますと、まあ、誠実というような意味ですのでそれでこの、えー「誠」この字を選ばせていただきましたこの誠実であるということは、えー、トルコの文化にとって非常に大事な、えー、ものです、えー、逆にこの、えー「ベファー」「誠」というものがないという表現は、えー、その他人にとって大変 あの最大級の侮辱的な表現になります。それほどこのまことという考えは大事です。個人個人でこういう。 この考え方を持つということも大事ですし国同士の間でもこの誠という概念を持つということは大事だと思います私はこれをあの串本の撮影時エルトゥルル号の殉難者の慰霊碑を訪れたときにも感じましたしこのプロジェクトがまず日本側から出てきたということは日本の方にとってもこの誠という感じこの意味というのは非常に大事なものだと思っています現代は大変あの忙しい すべ、えー、てが、えー、急な速さで動いていくせわ、えー、しない世の中の中で、えー、この「まこと」という字に込められた概念を、えー、ややもすると忘れがちな世の中になっていると思います、えー、そんな中で、えー、この映画が公開されることによってこの「まこと」という漢字の表す概念が概念がもう一度思い出され次世代に受け継がれていくことを私は望んでおりますありがとうございます さあ、では最後に内野さんお願いします。清吉、<laughs> 清吉くんじゃないです。あの伊佐という文字。えっ、ー、とまあ僕はこの作品がですね、あの日本人のやっぱり心とトルコ人の心をあの描いている作品だと思っていて、そうなんですけど、あの日本人はやっぱりあの自分が苦しい時もあの。 自分の家族というものがあっても危険を顧みず潔く海に飛び込んだりして助けたそこに僕は感動するしお医者様方当時のお医者様方があのトルコの政府からあの治療代、医療費を請求していいよと言ったときに私たちは苦しがっているトルコ人の方々が目の前にいるから助けただけです。そういういお金はいりません っていう気持ちを残した手紙が実際に残ってたりするんですよそういう気持ちがを見るにつけやっぱり潔いを人たちがいたもんだっていう気持ちがすごく強く感じたもんでこのケツ潔いという文字を書きましたなんか日本の美意識にすごく通じる感じだそうですはい、はい、ありがとうございました